渡辺達五郎渡辺達五郎8月明治40年5月26日は、千葉県朝鮮郡町南町生まれの教育家和洋裁縫伝習所創立者、江戸の一流の仕立て屋で奉公し、和洋服についての知識と裁縫技術を習得する。明治元年、9年間の年季暴行を終えて郷里に、帰り、仕立て屋をしながら、地域の子女に裁縫を教える。 30歳の時、故郷の長南小学校で裁縫の授業を担当する。その後、千葉女子主犯学校、東京女子主範学校などで裁縫を教授し、文部省御用係を拝命される。明治17年以降、私塾の和洋裁縫伝習所を創設し、また、協立女子職業学校創設にも関与するなど、日本の女子職業学校の先駆者となった。ひながた 袖形、妻形など多数の画期的な裁縫技術を考案する。日本で最初の裁縫教科書を執筆編集し、渡辺式といわれる新しい裁縫技術を広め、生涯にわたり裁縫教育と服装文化に貢献した。東京家政大学では2011年度創立130周年を記念して、渡辺達五郎賞が創設された。これは、 社会での長年の活躍が評価され、貴重な貢献をした卒業生を称えるもので、社会での活躍が著しく、今後の活躍が期待され、同大学の栄誉を担う卒業生を称えるものとして、渡辺達五郎奨励賞も設けられている。東京家政大学、渡辺達五郎と裁縫技術、日本私立大学協会、2018年1月29日閲覧。 ありがとうございます。